文章リボニア体験騎士団、正式名称リボニアのキリスト騎士修道会は、騎士修道会の一つ、刀剣騎士修道会とも呼ばれる。1202年に、設立、1237年に、ドイツ騎士団に吸収された。現在のラトビアからイストニアにかけて一致する、リボニアでは、キリスト教徒と現地の異教徒との圧力は日に日に、高まり小ゼリ愛も頻発していた。そんな中、 1199年にリボニア市教区の市教に任命された首都会のアルベルトは、教皇インノケンティウス三世に十字軍の許可を願い出る。アルベルトは十字軍兵士を集め、1200年3月にリガに移動し、十字軍の力によりその周辺の異教とリーブ人を服属させる。アルベルトは、リーブ人を刺激してリガを増築し、1201年に、 自分のリボニア指教座の位置を以前のエクスキュルからリガに移転させる。翌1202年にアルベルトはリガ城を本拠地とするリボニア体験騎士団を設立した。当初の騎士団のメンバーはリガまで連れてきた十字軍兵士から勧誘され、入団した人間は永続的にリガに泊まり防備に従事した。彼らの活動によりリボニアはあらかた征服され、 エストニアの支配権をめぐってスウェーデンと争った。デンマーク王バルデマーに世義の支援を受けた騎士団はバルト海に浮かぶエストニア人が居住する島々と北部エストニアを占領し1230年にデンマークが領有していたレバルを占領した。騎士団はローマ教皇から正式な認可を受けて征服活動は正当化されエストニア土着の部族は 騎士団の征服に激しく抵抗した。また、征服地の領有をめぐって、騎士団とアルベルトが対立し、インノケンティウス三世からの仲介を受けた。しかし、征服した異教徒への過酷な作取や、過度に残忍な戦いぶりや、酷さは、ローマ教会でも問題になるほどであり、挙句くそれを成中しようとした教皇特使にも、老石を加えた。1236年に、 リトアニアのザウレにて、リトアニア軍と戦い、総長フォークウィンを含む大勢の騎士が戦死する、惨敗を騎士、翌年1237年には、ドイツ騎士団に吸収合併され、リボニア騎士団として、自治的な分断の地位に置かれた。この騎士団の目的は、バルト三国周辺の異教徒たちを服属させ、カトリックに改修させることと、在留クリスチャンや宣教師を保護することである。 この点で、聖地エルサレムの守護、脱会や巡礼者の保護を目的としている他の騎士修道会とは本質的に異なっていた。団員は白いマントを身にまとい、強皇院のケンテウス三世より賜った赤い剣と小さな十字の紋章を左肩につけていた。この剣の紋章がこの騎士団の故障につけられる大剣あるいは刀剣の後の由来である。基本的な規則と、 内部構造は、テンプル騎士団と同じく、騎士、聖職者、一般兵、職人の三階層に分かれていた。他の騎士修道会とは違い、騎士修道会の総長のさらに上位に、リガ司教が君臨していたが、騎士団独自の政治的、財政的基盤を得るなどして、次第に自立化傾向を強めていった。ありがとうございます。